親不孝通りで16歳の男子高校生が大麻を所持したとして今日逮捕されました。警察によりますと16歳の男子高校生は先月2日午前3時ごろ福岡市中央区の通称親不孝通りで大麻を含む植物片 0.376g を所持した疑いが持たれています。男子高校生が知人の高校生と2人で歩いていたところを警察が職務質問、その際男子高校生から大麻のような匂いがしてショルダーバッグの中から大麻片の入ったチャック付きポリ袋が見つかったということです。警察の調べに対し男子高校生は自分で吸うつもりで持っていましたと容疑を認めています。